準エース D 長杯メンバーいきます。3番車の脇本選手には8番車村上選手、そして4番の、ね、平原選手は、まあ、短期で勝負この辺に行くんじゃないかなという感じはしますね。そして7番の、グニ選手も短期で、6番の長川選手も短期で、そして9番1番新田選手には、佐藤選手、福島ライですね。そして2番、5番松浦選手には、山口の、清水選手ということで、2番5番基本的には、ね、今までは5番2番と2番5番結構変わったことがあるんですけど、ここは松浦選手が前で戦うということです。まあでも最近のなんかこの特別選抜でもそういう、まあ、この前のドリームも名古屋のドリームもそうですけど、だんだんこう力のある選手が短期っていうのが多くなりましたよね。うん、結局ね、うん、今はほら内戦みたいな形になってるんで、うん、同地区がいないとそうなるし、うん、なんかこだわりがあるんだろうね、うん、昔と違って。ね。うん。